小指90度の練習です。まず弓を縦に持ってください。そして次に人差し指で弓をポンと押して倒します。弓が真横になったところで小指で止めます。この時に小指だけで止めること、そして小指が丸まっていることが大切です。またこの練習をしていると手首がすごく硬くなってしまうことがあります。この時はフリフリをして手首をほぐしてください。この練習を20回頑張ってください。